どうもマグニーでーす。久しぶりにホーム画面動画、お送りしたいと思います。今後はなんか細かく、ちょっとした変更ごとにですね、短めのホーム画面紹介動画をポツポツ上げていきたいなと思っております。というわけで本日のホーム画面こんな感じ、じゃん。はい、もう前回との比較とかあんまりもうやめときますね。今日今のホーム画面をねご紹介いたしたいと思います。一応ホーム画面の再生リスト作ってるんで、そちらもね、ご覧いただくと私のホーム画面の変化が見れて面白いかもしれません。いつもね左上に設定を置いてたんですけど、そちらをね変更しました。これはなんかこうレイアウトの関係でこの方が落ち着くなっていうことで一番下に持ってきてます。なんか設定アプリだけとか特別な感じしますよね、他のアプリと違って。なんでなんか特別に一つだけあるよみたいなポジションにしてます。左上から説明していきますと、 Twitter、Facebook、Google プラスで Slack、 Slack っていうのはですね、最近私、ライター活動であったりとか、ある動画チャンネルと、の方とですねちょっと組んでですね、ちょっといろいろやったりとかしてるんですよ。でこのスラックっていうのはその、僕が記事を書かせていただく、まだ公開されてないんですけれども、記事を書かせていただいているある、メディアを運営している会社の、方とこのスラックを通じて連絡を取り合ってるんですね。なのでちょっと開けることはできないんですけど、そういう結構あこういうなんかサービスあるんだ、便利だなって思ったやつです。スラック調べてみてください。で、2段目に行きます。バーガスですね。私もあの以前ね動画で上げましたヘルスケアアプリ、最近はですねこのバーガスの使い方としては、自分の体重体脂肪を、なんか食べたものをねあの記録したりとかいろいろできるんですが、あくまでねそのこう例えばね体重のところ行くとこれグラフ見れます。このようにこうグラフが見れますとね、こういう使い方で、使い方ができます。体脂肪のこう推移とか見れるので、一応ねこのグラフさえ見れればある程度満足ですよね。自分の体重の推移が見れればね。で他なんかないかな。こちらのなんかアクティビティとかいろいろあるんですけどね、結局ね使わなくなってしまいました。もしかしたらこのヘルスケアアプリ、iOS8 が出てくると使わなくなる恐れがありますね。はい、はい、続きましてマネーフォワード、こちらもね立ち上げて見せることができないんですが、ねあれです、資金管理、もうめちゃくちゃ手放せません。でヤフー、もう情報を能動的に取得しに行くプラス、受動的受ける、要するに向こうからプッシュしてくれる情報。でヤフーが一番こう情報の数も多いですし、面白いかなということで、でプッシュ通知もいろいろしてくれるんで、サッカー情報とかなんかいろいろね、サッカーあんまり興味ないからあれなんですけど、あヤフー見に行くとね、これは立ち上げてみて、ニュース、国内エンタメ、まあそういうある程度ジャンルに分かれているその日のトップの記事が見れたりで、これ今、ツイッターでもつぶやかれているワードが出てきたり、でピックアップでボケ、あのボケピックありますよね、ボケてありますよね、あちらのこの画像が出てきてたりとか、面白いですよね、まあ、ボケてすごいですよね。であなたにおすすめの記事、これは僕が追加した、パーツなんですけど、ここをだから僕が見ている記事を元にですね、見たらどうですかっていうような記事を勧められて、ここもねちょいちょい見てます。で一番下にあるのがトレンド、こちら、これも僕が追加したやつです。トレンドなんか見ると、流行ってるのが何ですかね、そのデジタルガジェットであったりライブであったり、服であったり、まあ、サンダルとかね、お菓子とか、それこそこのほらこういうやつ出たよみたいなね、こういう系の動画を上げてる方であればですね、こちらを早速、買いに行ってですね、開封動画、食べた動画やればいいわけですよね。そういう感じのやつです。これも受動的なものを見るために、でカメリオはその受動的と RSS などのこう能動的なものの間ですよね。このカメリオは何度もこの動画チャンネルでご紹介してますが、結構、いいですよ、ぜひ皆さん使ってみてください。こんな感じで見れるんですね。テーマごとにね、キーワードごとにニュースが見れるアプリです。はい、それではねドックの方に参りたいと思います。ドック一番左、YouTube クリエイティブクリエイタースタジオ、これはね、私もご紹介して、一度だけご紹介しておりますが、詳しく使い方等はご紹介してないんですけれども、こう見るとですね、これ今、iPhone チャンネル、今ご覧いただいてますチャンネルの、アナリティクスですね。
はい、もう、実は言うとですね、もうすぐ1万人到達しそうなんですけど、1万人到達するとなんかプレゼントキャンペーンやると考えてます。その辺はまあ後ほどご紹介したいと思います。後ほどご紹介というかまた違う動画でご紹介したいと思います。そしてメール、最近は標準のメールに変えました。そして、ちゃんとマッチも表示させて未読件数も見れるようにしました。これなんでかというとですね、今まではですね、このクリエイタースタジオ YouTube クリエイタースタジオがなかったから、コメントの返信はメールの方から、行くのが一番綺麗だったんですが、そうする必要もなくなったんで、一気に全部消せるようになりました。アーカイブにボーンって掘れるようになりました。今まではコメントに返信したいから、コメントのメールは置いておかないといけなかったんで、この標準のメールではなくて、Google の Gmail アプリを使ってですね、Gmail アプリは自動的にフォルダ分けしてくれてるんですよ。なので見やすくて良かったんですが、ちょっとね、操作上ね、やっぱこの普通の標準メーラーアプリの方が良かったんで、最近は僕のハマりということでね、YouTube クリエイタースタジオが出たおかげで、Gmail アプリをやめて、このメールに変えました。このメールの方が操作性はいいわけです。使っているということですね。ドック入りしました。iPhone を触るたびに、このメールと、YouTube クリエイタースタジオ立ち上げてやってます。同じくですね、マグネスさんいらっしゃいました。シルフィード。最近ね、RSS リーダーずっとフィードリーのおすすめしてたんですけど、そのフィードリーが、なぜちょっと飽きたというか嫌になってはないんですけど、こう未読数を表示してほしかったんですよ、バッチで。でもフィードリーの標準アプリはそのバッチで表示する機能はないと。そこで、バッチを未読数を表示してくれて、その記事リストであるサムネイルを表示してくれるアプリ探しました、 RSS リーダー。そうすると結局シルフィードに帰ってきてしまったということですね。もともと僕はシルフィード使ってたんですけど、シルフィードがなんかエヴァノートとの連携がちょっと調子悪くなったりとかいろいろあったんで、ちょっとうるさいですよ、後ろでマグネスさんが。はい、それでシルフィードに帰ってきたということですね。やはりね、総合的に見てシルフィード、うるさいな総合的に見てやはりシルフィードが RSS リーダーの中で優れて、というね、結論に至ったということですね。で、それでシルフィードのね、動画をね、ずーっとかなり昔から作るって言ってるんですよ。で、リクエストもたくさんいただいてるんですけど、なかなか踏み切れなかったんですが、今回RSS リーダーをね、いろいろ探してる時にね、何個もダウンロードしてこう比較してみたり やったんですよ。で、それをね、近々動画にしたいと思います。 RSS リーダーアプリ比較動画的な感じのやつをやりたいと思ってます。交互期待です。もうやはりね、結果的に言うと皆さんの何ていうんですかね、使い方次第かなっていうところですね。どのアプリも一長一短があります。で最後にエヴァノート、これはね不動のポジションですね。エヴァノートがないと私もう生活できないぐらいになってます。もう Mac なんか常にエヴァノートアプリが立ち上がってる状態ですし、はい、こんな感じですね。うん、以上、本日はい、7月15日の、マグニーホーム画面でございました。参考になれば幸いです。これからちょこちょこアップしていきます。では次の動画で。僕が運営するチャンネル3つを今からご紹介させていただきます。 iPhone チャンネルです。 iPhone のアプリの紹介、iPhone のニュースの速報などをね、毎日何本も上げていくと今日決めました。はい、子育てチャンネルでーす。子育てに役立つ情報や Tips をお送りするチャンネルになる予定でございます。はい、サブチャンネルでーす。一番ね、何でもいいからあげちゃおうというチャンネルでございます。実は一番面白いかもしれません。チャンネル登録お願いします。